もピョキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースマリオズメキシカン T ロールステーキバージョン2ということで、ロールステーキっていうのはですねあんまり耳にしたことがないとは思うんですけど、厚めに切ったステーキっていうことですね。ということはこのコースを訳すとマリオはメキシコ人の厚めのステーキということですね。もう調理する気満々できてるねこの制作者。だが僕相手では運が悪かった。こっちがこのコースボコボコに調理してやりましょう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.61%。 いやステーキとか食べ行きたいね。ステーキ屋さんっていろいろあると思うんだけど、僕やっぱりステーキっていうお店が一番好きでさ、あれ全国にあるんかな。快楽様、もう向こうはやる気満々みたいだね。向こうがそのつもりならこっちは手を抜く必要がないんじゃないんでしょうか。それじゃあここはキノコという食材を手に入れて、今日はキノコステーキ勝負だね。こっちの丘は入れませんよ。あのキノコだったら料理対決に僕は勝てない、そう言いたいんだろう。ならばもっといいキノコを求めに行こうじゃないか。マリー、あのキノコしめじぐらいだよ。僕は松茸を求めに行きたいね。トリプル肌。なるほどね、食材を求めるのも命がけということですが、上等じゃねえか制作者よ。その苦労こそが最高のスパイスだぜ。いや、こんなにしたいからじゃないの。なんか音符あったよね。もう制作者との料理対決の話を送ない。これ以上話を広げれる気がしない。じゃあここはカロンの甲羅を取って下に行く。今日は10コイン信用していいのか。たまには信用させてよね。いつも信用してるけどちょっとビビってるからゆっくり行きたいと思います。さあ10コイン取らせてくれるのか。来た、これ10コインが正解なんじゃない。そして左に行く。あっなんかめっちゃステーキ食べたくなってきた。なんでみんなにもこの気持ちを味わってもらうために、はい。すごい美味しそうでしょ、このステーキの画像。たまたま拾ってきました。これに塩をかけて食べたり、ステーキのタレをかけて食べるのもよし。最高だな。バジー、一旦ステーキの話は置いとこう。ここの中間ポイントしっかり取りたいと思います。左に行ったらバネが来る。だからそのバネが出てきた瞬間すぐにジャンプする。頼むバネ。右に行くしかない。ただ行き過ぎたらダメだと、そういうことだと思います。頼む神様、そろそろ中間ポイント欲しいよ。この場面結構見飽きちゃってる。さあどこでオンフブロックが変わる。もうちょっと右か。こっから左に行けばいいっていうことだね。左に行き過ぎないようにしよう。バネがある。ちょっとずつゆっくり行こう。もうちょっと左だね。もうちょっと左だね。マリー、行き過ぎないようにして、ちゃんと気をつけて。ここちょっとギリギリ設計すぎないですかね、制作者さん。これ見に行きすぎちゃうとさ、やられるし。ここよし。やっと中間ポイント取れた。ここはキノコは取ったらダメなんじゃないんですかね。このまま一旦右行ってみようか。そしてこの下、いや全然いい全然いい。でここでヒップドロップして、あれ、え、これもう積んだんじゃないの。一旦蹴ってみる。ただ僕は上にまだ行けないね。あの尻たたきをしろと、そういうことですか。上等じゃねえか。こんなの簡単ですよ。ここ間に入ってやられればいいだけでしょ。ぬるいぜ制作者さん、もっと鬼畜弾用意してほしいね。ここオンオフだね。これを切り替えて扉に入る。でそろそろカロの甲羅あったらやられるんじゃないかなと、そう僕は読みました。なんで脱いで扉に入る。これでどう。まあまあでもなかなかいい推理力だったんじゃない。このカロンの甲羅があったらあのツタに捕まれなかったもんね。それじゃあ次の場所に進みますか。天国という場所へね。すぐ右おしっぱだね。そしてブラパをかす。今日ブラパ降ってくるの多くない？なんか下からも降ってきてるしさ。あのカロンの甲羅取っていいんですの？取りますよ。こっちが棚取られた。そういや昨日ね神社に行った話したと思うんだけど、そん時にねおみくじ引いて大吉が出たんだよね。大吉ってめっちゃ嬉しいよね。でそこに書いてあったのがさ、自分の信じる道を行け、そうしたら何もかも全てうまくいくでしょうって書いてたんですよ。それじゃあここ信じてみる。自分の行き道真ん中だね。正直何かあると思ってました。演技ですね。ここは一番右に行けばいいと、そういうことだと思います。いや違うんだって。いや今んとこ絶対届くと思った。じゃあここジャンプして何もすんなと。あ、そういうことだったんだね。そして土管に入っていけませんね。土管入れませんよ。まだ間に合う。なかなか巧みな罠を使ってきやがるねこの制作者。いやこの制作者さんですね、僕めっちゃ好きなんですよ。結構有名な方みたいだね。いや全然いい。これチェックポイント2でしょ。こっから先に進めばゴールがあると、そのゴールまで行けばいいと思ったんですけど、何ですかここ。僕死にたい気
入費期待しちゃうよ。こんなんだったらチェックポイントものしではなさそうだ。っていうことは死に耐久か。今上に花が見えたね。あのまま何もしなければよかったんじゃないんでしょうか。鍵は一旦下戻ってみる。そしたらワンチャンやり直しが効くみたいな。なにこれ。クイアンドハナーフューチャリングパン様。じゃあここのドアに入った瞬間左押し一発、それでチェックポイント2が取れるっていうことですね。そんでここ絶対落ちるようでしょ。落ちたらチェックポイント戻しだもんね。あれこの上、あこの上足場があるのね。いやよく見たらさ、ガリガリの裏黄緑色が見えるね。全然気づかなかったこれ。じゃあここで土管に入ってって次の場所に行けないね。土管入れんよ。あれ上と思ったんだけど、上もオンオフだね。っていうことはチェックポイント2取ったら土管に入っていいのかな。え、それ怖くない？もしさ、違ったらさ、チェックポイント戻しっていう感じになるじゃん。でももう一回入っていくしかないんで入ってってみます。さあ、ここから何か違うんでしょうか。一旦土管に入る。ここまで合ってると思うんだけど、この先鍵ドアがあったじゃん。この鍵ドアにどうやって入るかだよね。なんかテレサ来てる。あ、わかったわかったわかった。多分ね、左向いておいてブラッパがボム兵のところに落ちるんじゃない。マリオが着火されたね。もう分かった。じゃあここは砲台にひっついたまま左を押しておく。そしたらブラパがボタンに落ちて鍵ドアに入れると、そういうことですね。そして次はこれ絶対引っかかる予感しかしないんだよな、こういうのってさ。真ん中に行くよ僕は。真ん中何もない。オッケー。そしてこれはもう決めた。今後ハテナブロックがあっても僕は叩かないと。なんでここのハテナブロック一旦叩いてすぐ右のドアにある上の土管入れんのかな。あ、隠しブロックがあってこの先進めなかったんだね。じゃあこの扉で合ってると思います。そしてここは右、これゴールっていうわけじゃなさそうだね。うわ、左怪しくない？いや、どっちが正解なんだろうね。ここ右土管あるんじゃないの。土管はない感じか。それじゃあ下の土管に入っていこう。左の穴何だったんだろうね。何か前兆遅れよ、急すぎでしょ。まあでもチェックポイントものしがあったということはそろそろゴールが近いんじゃないんでしょうか。やっぱこっちで合ってたね。それじゃあ次ゴールか。ここは矢印を信用していく。もうちょっと精密に記して。いやでも珍しいよね、矢印を信用していいトロールコースなんでさ。それじゃあここはどうすん、落ちんのかな。落ちて、いや下に行かないの。じゃあヒップドロップで抜けるみたいな。いや絶対無理か、落ちるしか。お、いや全然合ってるんじゃないこれね。でこっちの土管に入れるみたいな。いや今笑われたけどこっちが正解っていうわけじゃないね。え、何この面白そうな死に耐久。これはクレーンに捕まらないように右に行けっていう感じ。いやちょっと待ってこれ誰がマジでいい仕事するわ。そして戻る時もクレーンに捕まらないようにして戻れっていう感じか。いやこの新体験すごい面白いね。いやちょっと待ってね、くっくっ、あこれ普通に左を出発してて、あ戻れるんだね。いやここなんだよな問題が。いやもうすごい面白い、こういう新体験期待してた。なかなか難しくて、でもそこまで鬼畜じゃないっぽいんですよね。最後のバネだけがちょっと厄介でさ、ここでバネ頼む早く。よっしゃどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン。それじゃあここは多分ね、この場所に行くところまで合ってると思う。そして左に行ったらいけないんでしょ。左じゃねえ、この土管入ったらいけないんでしょ。なんでここなんか見えるんだよね、ここの土管。あーやっぱりこっちだったんだ。さあそろそろゴールがあるんじゃないのか。左怪しいな。50コインを信用するか。最後は頼む50コイン左の方。これゴールだ。ダメ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 、信用してもいいじゃんか。頼むごめん落ちてきて。50コイン。ただ今の50コインのおかげで見えました。下のブロックがあるじゃん、雲の隣の、あそこゴールがあったんですよ。なんでここがゴールなんじゃないかなと。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは黒コース、太鼓の達人を再現してみた。スライダー難しいって書いてるんですよね。ということは黒コース、マリオメーカーで太鼓の達人ができるみたいですね。それじゃあ一体どうやって太鼓の達人を表現できているのか始めるぞ。
ン。クリア率は 0.67%。 結構難しいよね、クリア率 0.67% って。太鼓の立ち順で言えばカッカカッカ鳴る方を連打して出てくる鬼ステージだよきっと。なんかそんなあったよね、昔やってたことがありました。じゃあここはジャンプして倒せばいいのかな。なんか A ボタンって書いてるね。で水色は Y。 あ、なるほどね、赤いトゲメットはジャンプして倒して、水色は剣で倒せっていうことなんじゃないかな。で音楽乗ろっか。はい、ダンドンドンカッカッドン、ドンドンドンカッカッドン、カッドンカッドン。いやなんかちょっとずれてる感あるね。でもすごいね、こういう楽しみ方があるんだ。あ、いやちょっと待って、やられちゃう。さあ僕思うんだけど、死んだ方がいいのかな。いまだに悩むんだよね、音楽コースやるときってさ、喋った方がいいのかな、喋らない方がいいのかなみたいな。でもさ、僕のチャンネルっていうか僕を見てくれてる人って別に黙ったあのピオキングっていうキャラクターをね見たいわけじゃないと思うんですよ。どっちかって言ったら騒がしいピオキングを見たいかなみたいな、そういう傾向が多いから常に喋らせていただきますね。なかなかいい発想だったんじゃない今のが。でもね、 BGM は大きくさせていただきます。クリア率 0.67% だったからさ、なかなか難しいのが最後に来ると思うんだよね。めっちゃ速くなってもいいよ、ドンカカ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 みたいな。反応できるか分かりませんけど。でここでかいドンだね。え、今なんでやられたんだろうね。僕いいこと考えた。クリアするまでは喋ってて、最後のクリアフェイクは喋らないみたいな、それが一番いいかもしれない。それであれだね、ウィンウィンだね。いやウィンウィンか分かんないんですけど。でさ、分かったかなみんな、この氷ブロックの真ん中があるじゃん、そこに来た時に青いトゲメットを刺せばちょうどいいリズムになるみたい。ちょっと聞いてて、なんか分かるかな、ちょうどいいリズムになってるの。まあそれ後で聞くからいいか。でこの後さ、でかいトゲメットがいたじゃん、あのトゲメット倒した時にやられたんだけど、なんでだろうね、もしかして針に当たってたみたいな、そんな感じなんかな。ちょっと集中していい、そこだけ。ここ、あーやっぱ普通に倒せたね。なんでさっきやられたんだろう。あ、ゴールなんだ。いやこれめっちゃ面白かったね。はい、それじゃあ約束通り最後は黙ってやろうと思いません。これうぜ。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。